くぞ。こんばんは、ナショメラです。今回は白猫プロジェクトの、ガチャを引く動画を出していきたいと思います。現在リセマラみたいな状態になってまして、最初のチュートリアルをクリアして、なおかつ協力バトルで最初10人までは、10個ずつもらえるということで、それを10人消化して125個になりました。なので5回引けますね。でまあチュートリアルに入った時に強制的に1回引かされてるので、まあ1回の、マラソンで、6回引ける感じですかね。で大体星4のキャラが相当出にくいらしくて、それが出れば、まあ、一応終わらせてもいいという感じになるんでしょうかね。星4にもなんか当たり外れはやはりあるようですが、というわけで、5回引いてみたいと思います。なんかこのキャラガチャのアクションとしましては、まあ白白金みたいな感じの流れでいった方が一番星4が出やすい感じですかね。まあ、ちょっとわからないですけれども、これは引いていけば、おいおい分かってくると思います。お、この感じですね。これはでも星3だね。ダメじゃダメだよ。はい、ブリーズです。さあ2回目。うん、これは星2ですね。青にしかならなかった場合は星2になります。まあでも星2の確率はすごい高いので、まあこれぐらいが普通なのかもしれません。うん、よく出る猫さんですな、イグニ。さああと2回ですけど、今回は引けないんでしょうかね。どうでしょうか。お、さあ一応金まで伸びたけれども、まあ星3という感じですね。金に伸びてもまあ9割型星3ですよね。あやめ。さあラストです。はい、一応金まで伸びて、うん、これも星3かな。ヒューガです。ヒューガ、ヒューガってなんかあれですね、キャプツバを思い出しちゃいますね。はい、というわけでですね、まあ、今回は残念ながら外れだったので、次のまたチャンスを狙ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。